ウェルカムだ。よくやった。頑張りな。うんだな。キシッ、マイド。他に用はある？カウンター。キシッ、マイド。他に用はある？生きてたらまた会おうぜ。行け！
く。Thank you.
頼むぞ。
のね。
来い。Thank you.
悪魔が集いし邪教の世界へ。この悪魔でいいのだ。今後ともよしなに。この悪魔でいいんだね。
この悪魔でいいのだな。仲間を集め。
しやがったな。ご苦労。よくやった。ご苦労。よくやった。決まれよ。キシッ、マイド。他に用はあ、他に用はあ、また来んよ。悪魔が集いし、習得するのだ。習得する。習得する。仲間を集めて、you
天使が倒れている。悪魔の気配だ。ベテルの差し向けた援軍かや。残念じゃが少しばかり遅かったの。少年、油断するな。恐ろしい力を感じさせる相手だ。この地に集いし天使たちは死んだ。何時もすぐにその後を追わせてやろうぞ。今この時に訪れた己が不幸を呪うがよい。
わらわはジョーカー。参るぞ。Yeah.
いまいましい天使どもかと思えば見慣れぬ相手のようだな。ヤクモ、我が名はヤクモ将兵、すべての悪魔を狩る者だ。小僧、この開口を喜ぶがよい。楽にあの世へ行かせてやろう。わらわの頼みじゃ、ヤクモよ。少し待たぬか。また気まぐれか。わらわを相手に臆せぬ戦いぶり、見事であったからの。運が悪いな、小僧。次は楽に死ねぬぞ。知れたこと。ベテルは我らの敵じゃからの。わらわは天地の狭間に暮らす人類を生みし、女神ジョカであるぞよ。隣にいるのはヤクモ、わらわの半身ともいえる存在じゃ。太古より法の神とそれ以外の神々は争い合っておった。じゃが法の神によって多くの神々は知恵を奪われ貶められたのじゃ。神とそれを信じるベテルの者たち、奴らは法の支配を絶対と信じており、今でもその秩序を守ろうとあがいておる。そのような無法を許すわけにはいかぬ。ゆえに天使どもを始末したというわけじゃ。もっとも法の神に反抗する者どもが正しいとも言わぬ。キャツらの多くは己が欲望に従い暴れるだけの知れ者どもじゃ。ゆえに私は天使と名乗るベテルの徒と、悪魔と貶められた古き神々を切らねばならぬ。さて小僧、一つ問おう。他を貶め、己の正義と秩序を敷く法の神のやり方、それは世界に必要なものだと感じるか。の天使どものようなつまらん答えじゃ。次に出会う日までもう少し考えてみるがよいぞ。この奥に転移装置がある。ベテルが研究しているものと同型だ。それを用いて自らの知る東京へ帰る。その目で確かめるといい。神と悪魔が人に東京に何をもたらすのか。また会おうぞ。
お前の顔、どこか見覚えが。もしかして俺だよ、太宰一郎。よかった、無事だったんだな。でもその姿どうしたんだ。へえ、じゃあ青髪ってやつと合体してそんな姿になったってわけ。なるほど、そういう事情があったわけか。うわ、君も太宰も無事でよかった。えっ、熱田、熱田譲。僕も君と同じくあのトンネルにいたんだ。こうして再会できて安心したよ。こうして3人無事に合流できたんだ。今後の行動は君に任せるよ。頼むぜ。その人間たちと一緒に行くんだね。そっか。ううん、何でもない。ない。別に寂しくないし、今までだってずっと一人だったし。とにかくここまで連れてきてくれてありがとう。私はもう少しこの辺りにいるから、あんたがまた望むなら一緒についてってあげる。じゃあね、バイバイ。またね。ね。ところで、こちらベテル日本支部人造魔人青髪。青髪？数十年前に青髪型は。再起動に成功、今から帰還する。なんということだ。すぐに上に伝えてくるからこちらに来てくれ。ターミナルに触れれば転送可能になるはずだ。どうやら本当に我々の知る東京へ帰ることができそうだな。到着だ。ここは東京なのか。ああ、ここは上院大学医科学研究所ベテルの施設のターミナルだ。今の姿一体どういうことか。大天使アブディエル。
神が定められた禁を破ったというのか。答えろ小僧。禁を破りし者にベテルは容赦をせぬぞ。お待ちください、アブディエル様。詳しい事情は分かりませんが、巻き込まれただけの民間人にぜひご感情。聖女か。そもそも神により定められた禁なのです。破ろうとして破れるものではありません。ではこの事実はどう説明する？それについては日本支部で調査いたします。ただ少年の隣に立つのは日本支部の人造魔神、かの決戦にて失われたはずのものです。失礼ながら、あの決戦、アブディエル様が指揮を取られていたと聞き及んでいます。であれば、従軍した人造魔神の無事を責めるのではなく、まずは喜んでいただきたく思います。よかろう。ただし、ナホビノの疑いについては日本支部の責任で調査を命じる。あれが本部の大天使か。みんな心配したんだからね。お帰りなさい。いろいろ説明が必要だよね。会議室までついてきてくれる？どこから話せばいいのかな。改めて話すけど、私には子供の頃から霊力があってね、ベテルでは聖女って呼ばれてるの。ベテル日本支部はかつての戦いで力を失い、私のような学生も協力しているの。僕もその一人だ。そんなことより、東京は無事なのか？僕たちはついさっきまで悪魔ばかりの廃墟にいたんだ。そこは滅びた東京にしか見えなかった。私たちが暮らしてきた東京が実は嘘だって言ったら信じる？は？18年前、千代田区を中心とした23区内全土が突如魔界化し、現世から消滅した。1000万を超える都民もその生を終え魔界に消えたわ。何を言っている磯の神。僕らは今まで東京で暮らしてきたじゃないか。あれはどういうことだ。そう、それこそが神の奇跡。消えた東京の土地と住民を何の疑いも持たれないよう再現した。俺たちが今まで暮らしてきた東京が
嘘。本当の東京は18年前に滅びた。あなたたちが訪れた魔界、本当の東京はあっちなのよ。そんな。本当の東京は悪魔が住む魔界と化した。そして悪魔たちは人の魂を奪おうとして、私たちのいるもう一つの東京を襲ってきているの。それを防ぐために戦っているのがこの少数精鋭の極秘組織ベテル日本支部だ。聖女からの説明は終わったか。改めて我らの戦いに巻き込んだことを謝罪しよう。おじさん、どっかで見たような。私は小清水、ここの責任者であり日本国内閣総理大臣だ。日本支部トップの小清水長官って、同姓同名じゃなく本当に小清水総理のことだったんですか？アツタ君も無事戻ってこられて何よりだ。東京の真の姿を知った君たちにはこの世界の真実を伝えておこう。世界の裏側では秩序と混沌が対立している。法の神と混沌の悪魔が戦いを続けているのだ。悪魔たちは人を襲い魂を奪おうとする。隙を見て魔界から現実へ侵略しようとする危険な存在である。その悪魔に対抗し東京を守るために戦う、それがベテルの日本支部、すなわち我々というわけだ。しかし悪魔の攻撃は激しく、手が足りていないのが実情である。磯野上君や厚田君といった学生の手を借りるほどベテルの力は足りていない。総理、それって俺にもできますか？東京を守ることかね。ああ、それやりたいんだ。太宰君、俺落ちこぼれでいつも人に迷惑ばかりかけてて。でもそんな俺でも優等生みたいに人の役に立てるならやってみたいんだ。ありがとう、君の勇気に感謝を。君について連絡は受けている。青髪と融合した君にも協力を求める。悪いが選択権はない。ありがたい。心臓魔人が無事に戻ったのは喜ばしいけれど、人間と融合だなんて前代未聞ね。青髪製造には私も関わっていた。後でいろいろと調査をしてみるつもりだ。青髪、これから君の記録データを調べたい。この後研究施設に向かってくれたまえ。了解。他の者たちは後日改めて話がしたい。今日は帰ってゆっくり休んでくれたまえ。はい。それから熱田譲る、今回魔界から無事生還したこと称賛に値する。悪魔召喚の腕も上がっただろう。今後はより強力なものを仲間として授けよう。
はい、ありがとうございます。東京を守るとかってすごくね。俺なんかが学園の有名人と一緒に戦えるんだからな。俺が落ちこぼれたのって自分に自信が持てないからなんだ。俺の家は離婚こそしてないものの、両親が不仲でさ、俺はいつも正解を探してた。父親の言いつけを守ると母親が怒る、母親の言いつけを守れば父親が怒る。そのうち正解がないことができなくなった。だけど悪魔から東京を守るのは絶対に正しいことだろ。迷わず自信を持ってできるよ。とにかくお互い無事でよかった。これからも一緒に東京を守るため戦おう。そういえば、私がベテルの関係者だってこと、黙っていてごめんね。君を巻き込みたくなかったの。まさか事態がここまで深刻になるとは思わなかったから。明日も学校だし、そろそろ帰りましょう。ほんと生意気。でもあの人を見下すような態度がいつ崩れるのか楽しみだね。もういや、どうして私があんな目に遭わないといけないの。あんな連中いなくなっちゃえばいいのに。力が欲しいか。誰？日常に帰ってきたって感じ。実はあの後ベテルに残って悪魔召喚プログラムってやつのレクチャーを受けたんだ。
どうやら俺って筋がいいらしくて、ベテルの人たち驚いてたよ。これからは俺も悪魔と戦えるぜ。悪魔から人を守る、これは正しいことだよな。だから俺は迷わずに行動できるんだ。呼び止めて悪かったな。じゃあな。起立、よろしくお願いします。では、今日はこれまで。起立、ありがとうございました。いいかな。ありがとう。でも学校ではちょっと話せないから、夜に寮の屋上に来てくれる？お願いね。先輩ですか。怪我をしていたので手当てを。校医の先生がいなかったので私が手伝ったのですが、先輩って五木島先輩の怪我の理由を知ってますか。ここだけの話なんですけど、なんだか殴られたり蹴られたりしたみたいな。五木島先輩、大丈夫でしょうか。お互い昨日は大変だったね。
あの後、太宰に悪魔召喚を教えたんだ。そうしたらあっという間に覚えてね。ベテルも協力者が増えて喜んでいたよ。ただ、僕としては素直に喜べないよ。だって彼は今まで平和な日常を過ごしてきた一般人だったんだ。それなのに。僕はそういった平和に過ごす人々を守るためベテルに協力していたんだが、彼を巻き込んでしまった。いや、太宰だけじゃない、君もだ。自分にもっと力があれば君たちの日常も守ることができたかもしれない。そのためにはこれからも努力を重ね、悪魔を狩れるようになるつもりだ。新しい仲間も増えたことだしね。互いに東京の平和を守るため頑張るとしよう。ごめんね、呼び出しちゃって。お、鋭いね。そう、五木島沙織、私の友達。ううん、親友のことなんだ。沙織ね、いじめられてるみたいなの。前は彼女、私と同じラクロス部で活躍するすごい選手だったんだ。だけど去年事故で怪我をして部活を辞めることになっちゃったの。それからだよ、いじめが始まったのは。元部員の子たちが逆恨みして、沙織の作った厳しい練習メニューが嫌で数人の部員が辞めていったことがあったの。沙織はチームが強くなるために頑張っていたんだけどね。どうすればいじめや嫌がらせを止められるかな。私を避けてるの。でもそれで諦めちゃダメね。明日また話しかけてみる。いろいろとアドバイスありがとう。東京が大変な時だけど、こういう時だからこそ当たり前の生活を守らないといけないと思うんだ。君に相談できてよかったよ。それじゃおやすみ。始めろ。
人造魔人のデータの証明。設計段階にはないデータを発見、解析します。データ解析完了。目的のものと思われる痕跡を確認。破損部位の修復も完了しました。青髪、再起動します。神の禁じたナホビノとなる力か。どこの誰がもたらした力か知れぬが、その技、我らのために使ってもらうぞ、兄弟。君か、僕だ。伝言がある。ベテルの長官からだ。東京各地に悪魔が発生したそうだ。ベテルの人員が各所に派遣されることになった。僕は学園の防衛を指示されている。君には東京の結界の要である醸造寺の防衛に協力してほしいそうだ。修復を終えた青髪も向かっている。君も可能な限り急いで向かってほしい。はい。帰還してすぐにこのような事態が待っているとは。そう答えると思った。だが自分が住んでいる町を守るためだ。そのために私は力を尽くそう。では醸造寺に向かおう。だが醸造寺から強力な悪魔の気配を感知した。準備を整えてから進むことを推奨。
これは。ベテルから助けが来ると聞いておる。主らがその援軍か。拙僧は五光と申す。以後お見知りおきよ。初対面かと思うたが、主らの気配。そうか、ヒュドラを買った少年であるな。醸造寺は東京にある重要な結界の一つで、ベテルに協力し東京を霊的に支えてきた。だが混沌の悪魔どもの襲撃により、ついに寺の結界が破られてしまった。ベテルの天使と防衛に当たっていたが、これまでの襲撃による被害は甚大だ。悪魔どもの勢いはいつになく強い。このままでは東京に危機が迫るであろう。主らの手をぜひ貸してもらいたい。新たな手勢が来たようだ。早速だが、その力見せてもらおうか。来るぞ。
出せん。今の世が食らうには生きがいよすぎるわ。かつての力が復活すれば、うぬごときに遅れは取らぬというに。この気配、おお、そこにいたか。世および世の力を求めた人間よ。何時の持つ魂こそがかつて奪われた世の半身であろう。あの悪魔め、いずこへ向かった。大変だ。結界を越えた悪魔たちが上院学園に入り込んできた。ラフムも学園に向かった可能性が高い。頼む。僕もダザイと協力し、生徒たちを避難させてみる。被害はこの寺だけで収まらなかった。ここのことは拙僧に任せ、逃げた悪魔を追うといい。狙われたのはやはり上院学園か。魔界の気配を感知。悪魔により学園が侵食されたようだ。醸造寺から連絡があった。学園に向かったらしい悪魔を発見できたか。そうか、やはり上院学園が狙われたか。危機を察し、本部からも天使が派遣されている。君たちも協力し、生徒の安全を守りつつ、邪悪な悪魔、ラフムを撃破しろ。行こう、少年。我らの力ならできるはずだ。ラフムだ。奴に女子生徒が捕まっている。了解。何をしている。邪悪な悪魔の存在は許されぬものだ。緊急事態だ。あの女子生徒もろとも排除する。
するのだ。世の魂を、世を受け入れれば復讐だって果たせる。私はまだ世の名士、世を受け入れ、内なる衝動に身を委ねる。危険な悪魔だ。早急なる撃破を推奨する。そなたの噂は聞いておる。それがしは早太郎、ゆずる殿を援護する任務を受けた。来てくれたか。彼はベテルの霊獣早太郎、僕の仲間となって協力してくれることになった。しかしこたびの悪魔どもの動き、ひどいものだ。まったくだ。悪魔に襲われたりさらわれた生徒もいるようだ。ミヤズも無事ならいいのだが。とにかく僕らはこの辺りで襲われている生徒を助けるつもりだ。君も他の場所で生徒を助けてほしい。太宰も悪魔召喚プログラムを使い初の実戦に出ているはずだ。僕らで学園の平和を守るとしよう。Oh, my God.
あ、お前か。びっくりした。あのさ、俺甘く見てた。戦うってこと。優等生は、アツタはすごいよ。あいつ迷いなく悪魔と戦ってた。けど、俺は怖くなって。俺がちゃんとやれなかったから、生徒が悪魔に。俺みたいな落ちこぼれがあいつと肩を並べようなんて間違ってたんだ。そうかな。アツタやお前でも怖かったりするのか。俺でもやっぱり無理だ。残念だが、戦いは強要できない。それに彼の恐れは正しい。悪魔召喚プログラムは、人の魂に影響する。悪魔に触れるということは、人から悪魔に近づくということだ。悪魔に近づいた人間の本質は、うつしおから隔離用の存在へと近づいていく。事実を知らずとも、本能的にそれを恐れるのは当然という意味だ。故に、彼の行動は放置するしかない。少年、我らで悪魔の排除を急ごう。
やめてサオリ、冷静になって。ごめんなさい、許してお願い。お願い？あんたたち、私がやめてって言った時やめてくれた？殴ったり蹴ったり私のものを壊したり、なのに自分だけは見逃してもらえるとでも？サオリ！追い詰める前に私が何とかできれば。タオが謝ることなんてない。あなたは十分に私に手を差し伸べてくれた。でもそれを払いのけたのは私。タオまで私の闇に飲まれる必要はない。私が全て、この憎しみ、負けないでサオリ、これ以上罪を重ねないで。罪？先に罪を犯したのはこいつら。私に罪があるとすれば、それはやり返さずに耐えたこと。それがこいつらを増長させた。ああ、憎い、こいつらが憎い。だから私は今までのツケを清算する。死んじゃえ。魔界への逃走を確認。今なら追跡は可能。お願い、私も連れて行って。沙織を助けたいの。沙織と一緒に彼女が救われる方法を探したいの。ラフムの撃破と女子生徒の救出、聖女同行によりその成功率は上昇する。では向かおう。
ここが魔界なの。赤くて不気味な廃墟のようね。サホリはどこにいるのかしら。私、邪魔にならないようについていくから気をつけて進んでね。あれれ、あれ、久しぶりだね。こんなところで何してるの。あんたの友達が悪魔にさらわれちゃったんだ。私もさ、この辺りを探索しに来たとこなんだ。また一緒に行ってあげようか。いいか、油断するな。